担当企業法山当て講座です。で担当させていただきますレク専任講師の、志村です。どうぞよろしくお願いいたします。正しい形で、紹介してます。まあ、ほんのちょっとだけ例外のところもあるんですが、基本的にその正しい形のものがこう書いてあって、まあ、ところどころそのポイントに、線が引いてあったりするところもあったりするという形ですね。で、まあ、この正しい形でこう紹介するっていうのは、まあ、あの直前期にですねこう読まれた時にこう見ておくと、で本番でですねこう問題をに取り組んだ時に、まあ、やっぱりこう違和感っていうかですね、なんかこう自分がこう やってきたものとちょっと違うぞとかですね、でそういうふうなことにこう気づくことができると。この講座のその一番のこう目的としましては、まあ、これはあの講座の紹介にも書いてるわけなんですけれども、まあ、8割取れる人がよりこう得点力アップというところがまず一つの主眼になってます。ですからあの講義の中ではどちらかというとそういったそのやや難しめのところと、それから あとそれから、まあ、やっぱりあの理解のミスをしやすいようなところを中心に説明を進めていきますので、ね、でそういう目的でこうやってらっしゃる方っていうのはあの、まあ、私が触れたところなんかを中心に見ていっていただくと、まあ、効率よく学習ができると。ただですねあのもちろんですねあのそういう形でまではちょっと仕上げきってないけれど、できるだけ、まあ、当ててくれっていう方ですよね。そういう方ももちろんいらっしゃると思いますので、まあ、そういう方はですねあの基本的にその知識チェックに使うと、まあ、私が講義で触れたものだけでなくそれ以外のものなんかもその時間があるときにこう見ていっていただいて、自分ができてるかできてないかっていうかですね、まあ、その部分について納得してるかどうかっていうチェックですよねをしてっていただくと、これは効果があのかなり高いということが言えると思います。まあ、172条の方の判例っていうのはこれはさらにですね、で要するに株価がこう上昇しちゃったりしてまして、その場合にその後からその価格の補正ってものを認めるかってことが争われて、それを認めなかったっていう判例なんですけどね、まあ、ちょっとそこまでは細かいとは思いますので、今の部分ですよね。でだからその企業価値が増加した場合のところ話なのに、中利せば価格のことを言ってれば罰だしねとかですよね、そういうふうなこう組み合わせでこう判断ができますので、まあ、ポイントを押さえておいていただければということになります。株券発行会社についてですねちょっと考えてみます。その譲渡などについて、で株券発行会社についてその株主である A が、ね、これが B に対してですね、こう株券を交付しましたと。でそうするとですね、意思表示プラス交付ってことになりますが、意思表示プラス交付をすると効力が発生しますよね。この株式譲渡の効力、株券発行会社の場合はですね。でこの株券を占有あるいはこう所持する、まあ、どっちでも同じですけど、していると、これは第三者に対する対抗要件、主張要件になります。自分が株主であるということを主張できます、この占有所持、株券を占有所持していれば、ね、ただ会社に対してはこれは何が必要っていうと、株主名簿の名義書き換えがなければ株主としての権利を主張することはできないですよね。いいですよね。はい、
こういう構造ですよね。でそれに対して株券不発行の場合はこれは、交付ができないから意思表示のみで移転をする。で株式会社の、名義書き換えが株式会社に対しても第三者に対しても対抗要件となる、主張要件となるということでしたよね。